どうも、ハイチーです。今受験真っ只中で、中学生ですね、高校受験控えてる、まあ、本命が多分待ってる子たちかな、から結構相談もらってる内容があって、私立があるじゃないですか。で、私立が、まあ、受かった子もいれば落ちた子もいたんですけど、落ちた場合でも、周りにね、自分より明らかに努力してなかった。やつが受かったのに自分が落ちました。で、受かったんだけど、その自分から見て努力してなかった人間のが上のコースで受かってた。で、自分が下のコースだった。あんだけやったのに私はみたいな。で、それの現実を受け止めきれずに、そう、もうなんかやる気が出ないと。多分、そのメールには書いてなかったですけど、書いてた子もいるけどね。やってもしょうがないんじゃないっていう気持ちになってるわけですよ。で、そしたらどうしたらいいですかってやる気が出ないですとか、もうダメですかねみたいな書いてあったわけ。で、ちょっとそれに、カツオかなまあ、入れていきたいなと思うんですけど、少しだけ昔話を、お付き合いください。自分が高校受験の時の話ですね。当時群馬、自分群馬なんですけど、群馬は前期後期がありました。で、自分は後期で受かったんですよ。前期落ちたんで。同じ志望校ね。同じ高校受けたんだけど。で、前期、当時ね、面接、と、作文だったかな？かも、科目なかったと思うんだけど、で、あって、で、同じクラスのさ、男の子、まあ、俺男子校なんで、男の子がさ、受けたわけよ。で、まあ、何人もいたんだけど、その子の一人が、作文がね、指定文字数に行かなかったの、その子。で、すごい凹んでて、あ、もう絶対落ちました、みたいな。まあ、それは落ちるんじゃないかな。まあ、内心は思ってるけど、いや、でも、わかんないじゃん、みたいなこと言っててね、まあ、それ過ごしたわけよ。で、俺は、ランクを下げて、高校受験した人間なので、いろいろあって、だから前期受かるって言われてたんだけど、見事に落ちたんですよ、俺。落ちた。で、その子受かったんですよ。その指定文字といかなかった子。思ったよね。何これみたいな。え、作文の指定文字数って何って。もうね、何日いや、でも1日2日で切り替えたのかな、ちゃんと覚えてないけど。まあ思いました。そういう気持ちなんだろうなと思って喋ってるんだけど。でも、まあいろんな生徒をね、指導してきて、当然、まあ塾やってる時も、そういう子たちもいるわけよ。そういう現実。だって、受験だもん。絶対受かるわけじゃないんだもん。合格と不合格あるから。しょうがないじゃん。ってなるんだけど。でもね、その、覚えててほしいのは、あと受験本番まできっと数週間、まあ、数日の方もいると思うんですが、もし、じゃあ今から3日間、もうね、何も手つかなくって、もうやってらんねえよ、みたいな。で、勉強できなくって。じゃあ3日経った時に、ちょっと気持ち的に切り替えられて、まあ少しやってみようかなって思ってやりましたと。それで、受かったら、きっと何も感じない。別に、あの、凹んだ期間も、まあまあまあ、頑張ってよかったって終わるんだけど、万が一落ちた場合、これね、絶対後悔するよ。絶対後悔する。やっときゃよかったって。なんであの時すぐ踏ん張れなかったんだろうって思うよ。あのね、そうなってほしくないんだよね。正直、比べるよ。人と。自分が仕事しちゃって人と比べることはたくさんあるし。比べてしまうんだよ。で、それはしょうがないことなんだけど、もうここまで来たらさ、なんだろう、みんなが戦うべき相手は周りじゃないんだよね。高校受験で、例えばじゃみんなが受けるコースが200人定員だとします。で、今その目の前でね、そのライバルだと思ってる子が同じ高校を受けるとするじゃん。その子に勝ったら、200位と201位でひっくり返って合格、その子は不合格になる可能性もあるよ。あるけど、そんなこと考えるんだったら、今戦うべきは自分自身だから。周りじゃない、もうここまで来たら。自分自身の、まあ、弱い心だとは思わない。いろんな感情があるよね。みんなの頑張ろうと思う気持ちを邪魔する感情がいろいろある。それと、どう戦うかなんだって。で、それと、向き合った数、どれだけの時間向き合って、踏ん張って、奮起して頑張ったかによって、その経験は今後の糧になるから。絶対に。なので、もちろんね、全員が受かってほしいの。志望校受かりましたってなってほしいんだけど、でも受験はね、さっきも言ったように合格と不合格があるんだ。志望校受かること受かんない子が出てくるんだよ。でも、受かんなかったら人生終わりじゃないんだって。その場所で何かやる、何をやるかも大事なんだから。どの場所に行くかももちろん大事だけど、その場所で何をするのが大事だからさ。その時に、その場所、行きたかった場所ではないけど、そこでどれだけ頑張れるかっていうのはきっと今の頑張りに関わってくる。なので、もちろん辛い気持ちはね、まあ、当時のもうすげえ前の記憶だけどさ、思い出した時に辛かったなって嫌だったなってもう投げ出したくなったなって思うけど、でも、奮起してちょっと踏ん張ってごらん。もうあとちょっとだから受験。泣いても笑ってもあとちょっとで終わりだから。だからぜひね、奮起して、ね、最後頑張ってください。